ザザラのところが、はい、もうわからないぐらいですよね。あ、本当ですね。はい。おはようございます。おはようございます。今日は屋上の鉄骨です。うん、おお。これもともと看板がついてたんですよ。茶色色で。あ、そうなんですか。錆がすごくて、抹茶を白に変えてくれって言われて。はいはいはい。もう抹茶茶だったらもう黒か茶色にしてほしいです。正直なところは。正直な思いですね。はい、暗い色から白にするって結構大変なんで。今ちょっと上塗り段階なんですけど、はい、この柱からこっちはまだ中塗りです、うん、あー、なるほど。この柱から向こうは上塗りかけてます。はい、で3度目か2度目かみたいな。はい、はい、鉄分には錆止めを入れます。はい、シーラーとかサーフじゃなくて錆止めを使ってます。なんかニス塗るみたいな感じですかね。なんか木工系のやつだとちょっと違うですね。ちょっと違いますね。ちゃんと上塗りに合わせた色を下塗りで使っていかないと、はい、どんだけ材料濃くしたとしても、うん、劣化した時に赤色が出ちゃうんで。ああ、そっかそっかそっか。なんで下塗りも白にしてます。錆止めってこれ錆に対してすごい強いんですよ、うん、でも紫外線に弱いんで上からコーティングかけてあげないと。はあ。この錆びてる部分には強いんですけど、はい、太陽光が直接その錆止めに当たっちゃうと、はい、劣化が早いんで。へえ。なんで上塗りでシリコンとかフッ素とかウレタンとかこういうあの樹脂の塗料をコーティングで塗ってます。これが、うん、中塗りまで、はい、なんで錆止め割って夢ロックが一発入ってます、うん、でちょっとツヤ出てると思うんですよ。これこんな感じです、ね、そうです。ちょっとツヤが出てます、はい、こうやってあの錆びてた、もともと錆びてたところは、はい、ザラザラしてますので、うんうん、こういうとこはちょっと吸い込みやすいんでちょっと遠くから見てもらうとザラザラのところだけツヤが出ないんですよ。あー、なるほど。ツルツルしてるところもあるけどザラザラしてるところが多いみたいな感じになってますよね。吸い込むところと吸い込まないところですね、はい、吸い込まないところにはもう素直にツヤが出ます、うんうん、でこっち側上塗りかけてるんですけどもうザラザラしたところまでツヤ出てますよ、ね、あー、本当ですね。全部出てる感じが、はい、そうですよね。これが2度塗りと3度塗りの違いです、ね、全然違いますもんね、はい、ちょっと実際に塗ってみますね。はい、あ、はい、お願いします。で材料はもう鉄分とかもなるべく濃いの、うん、熱いので塗ってあげてください。もうこれドロドロなんで。あ、シンナーを入れれば入れるほど、うん、はい、あの薄くなっちゃうんで塗膜が。あ、そうなんですね。ザラザラのところが、はい、もうわからないぐらいですよね。あ、本当ですね、はい、さっきまであったのが分かんない。あ、こことか分かりやすいかも。そうです、ね、あ、すごい、おー、すごい。多少は出ちゃうんですけど、はい、まあ、こうやって塗膜をつけてあげる。看板ついちゃってるとこっちが塗れないんですよ。そっか。あの、そういうハケがあるんですよ。ハケがあって、うん、棒があの針金になってる。へー。グニュって曲げて近くからこうやって塗れるんですけど、はい、めちゃくちゃ時間かかりますよね。そうなんですよ。確認取れないんで。あ、そっか。鏡とかこうやって持ってって。うわ。いや、でも本当なんかもう、はい、コーティングの反射の感じがものすごく出てますね。あ、本当ですか。下地処理もなんか化粧みたいなもんですよね。あー、日焼け止めみたいな。あのファンデーションとか化粧水が下塗りだったら、うんうんうん、上塗りはあの日焼け止めとか、うん、そういう効果じゃないですかね。素晴らしい。女性にも優しい解説で、前の昔の親方が言ってました。なんか前コメントでありましたよね。なんかん、誰だったかな、溶接絶対上手くなりたいマンみたいな方がいて、はい、鉄分を自分で塗りたいって工場の。はいはいはい。今どうやってやったらいいですか。お、ちょうどいいですよね。懸念ですね、最初紙をバーって削ってもらって、刃物をたわすきって刃物で削ったりとか、マジックロンっていうたわしみたいなでバーって削ってもらって錆止め入れます。で、まあ、乾燥期間のこと気にされてたんですけど、あの、はい、ネットで調べるとそのメーカーのカタログがあるんで、うん、あの乾燥期間出るんで、それを参考にしてもらって。すごい、お悩み相談みたいな。そうですね。大体なんか書いてあるんで、23度で何時間だったら OK だよ、うん、OK だよとか、表面乾いてても、はい、こうやって上塗りかけた時にくっついてきちゃうと、はい、まだちょっと早いんで、しっかり乾燥させてあげて2回、3回と重ねていけばバッチリです。すごい。いや、もうこれからあれですね、コメントでもしね、なんか相談じゃないですけど、はい、こういうのってね、はい、どうやったらいいんですかっていう時はもう寺西先生のコーナーで全然言ってきてください。コメント分かる範囲で。そうですね、はい、やります。こんな感じで、はい、はい、
で今日は中塗りと上塗りの違いについて、はい、鉄分の塗装でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また見てね。はい。